かつて白亜の教育殿堂と呼ばれ、人気アニメ軽音の舞台にもなった名建築、豊里小学校旧校舎群がある町。鈴鹿山脈からの透き通った伏流水と肥沃な大地に恵まれた滋賀県豊里町。今日はこの町のえーもん、近江の地酒長寿金亀の物語です。こだわったのは地元豊里のお米。蔵から10キロ圏内の農家さんで、作っていただいた近江米で、お酒を作っています。お米の品種によっても違うんですけれども、やっぱり柔らかさ、あとは旨味がある、お酒にした時に、さっぱり感があるというようなお米がこの地域にはあるっていうのがいいですね。創業は安政元年、岡村本家が酒蔵を構えたのがここ豊里町吉田地区。水が豊富で米作りに適していることから良い田んぼが多く、吉田と呼ばれたことが地名の由来だそうです。水もいいですし、お米もいいですし、それで作らせてもらえるお酒っていうのはありがたいです。酒作りの責任者園田さんが最も神経を使うのが原料を発酵させるもろみ。味を左右する大事な工程にも豊里町のある特徴が適しています。発酵させるっていうところでは気候っていうのも一番大事です。ちゃんと冷えるときは冷えて、で乾くときは乾くっていう、雪がすごく長く積もったりっていうことも少ないですし、僕はすごくいいと思います。美味しいお酒は人の力だけではできない。自然と会話をしながら園田さんは向き合います。長寿金亀のシリーズは9種類、ラベルの数字は精米歩合です。お米を磨く割合によって味わいはもちろん、お酒の色も変わります。一番小さいので精米歩合が 20%、 柔らかい感じ、喉越しがスルッとした感じで、あとそこに、酵母の香りでリンゴのような香りとおっしゃっていただくんですけれども、でも逆にお米をほとんど磨かずに作られたお酒は少し粗い感じっていうんですかね、ザクッとした感じもあるんですけど、甘くで少し舌の上にバーッと広がるようにちょっと特徴づけてるっていうのがあります。滋賀県豊里町長寿金亀、ええもんですよ。歴史と自然に育まれたうまいお酒、あなたは何を魚に飲みますか？